初期型の自動巻き時計も、これで最後になると思います。できればパペチュアローチカンパニーやロールス、その他のメーカーもコレクションにあればよかったんですけれども、もうこれが最後になりますね。これはワイヤー社の、自動巻きの初期のモデルです。なぜか文字盤はポストになってますけど、レクタングラーケースですね。で、オリジナルの風貌なんでしょうね。こう真ん中の喉がピューッと盛り上がった、風貌ですね。職人さんが吹いて焼いたものだと思います。この年代ですので。で、この時計の特徴であります、リューズがないんですけれども、その代わりにこうバックワインディングっていうんですかね、ジャガルクルトやパテックにありますけれども、後ろのところで巻く構造になってます。機械はこの後、ちょっと開けてご紹介します。